皆さんこんにちは。今日はですね、トイドローンですね。はい、おもちゃなんですけどね、これね、おもちゃなんですけど、はい、ちゃんと飛びます。はい、一応14歳以下の方にね、使うように、販売されてるようなんですけどね。はい、まあ大人じゃないとちょっと使い切れないと思いますね。まあ14歳以上、あ、ごめんなさい、14歳以上ですね。14歳以上の方が、使用してくださいということでね。はい、はい、初めてね、ちょっと、初めてこれ2個目なんですけどね、実は1個目はね、ちょっとね、公園に行ってね、ちょっと飛ばしたら、10メーターも上げてしまうとね、ちょっともう、操作がね、できないですね。小さくてね、これは90グラムかな、80グラムですね、これね。はい、80、90グラムというぐらいでね、はい、風がちょっと吹くとね、もうちょっと流されてしまってね、あんまり高く上げすぎるとね、私のところは山の上なんでね、はい、公園でやったんですけど、誰もいないときにね、あっという間にね、飛んでって、はい、捜索したんですけどね、ちょっと見つかりません。はい、一応紛失物というかね、警察の方には届けたんですけどね、はい、帰ってこないですね。屋根とか山とかね、人の行かないとことかね、犬に落ちたらもう見出てこないんでね、はい、また2つ目をちょっと買いました。はい、もうこれでね、すぐね、今、スイッチ入ってるんでね、はい、これで前と後ろやるとね、もうこれで飛びます。はい、ちょっと飛んでしまうんでね、ちょっと固定しておきますけどね。回してみましたけどね、はい、ちょっと電源をね、ちょっと切っておきます。はい、すぐ飛びます。はい、当たり前ですけどね、すぐ飛びます。はい、カメラがね、ついてね、一応撮影もできます。まあ、撮影でもね、あんまり期待するとね、ちょっとがっくりくるんでね、はい、ちょっと先に言っときますけどね、はい、撮影をするという、言っても画像はあんまりね、綺麗に撮れないですね。まあ、普通に映るんですけどね、はい、スマホにね、動画が飛ばせます。はい、アプリを入れてね、はい、ちょっと細かくね、一応ね、どうしたか、最初ね、プロペラガードがね、ついてます、プロペラガードがね、はい、ここに今、インシュロックでね、止めました、はい、ちょっとね、墜落するたびにね、プロペラガードが落ちるんでね、はい、インシュロックでね、止めました。はい、見えますかね、止めました。はい、こういうのをまずね、やりました。はい、対策をね、なくなるんでね、ちょっとプロペラがもうね、すでにあちこちにぶつかってね、はい、プロペラがぶつかるとね、自動的に停止します。はい、ということでね、はい、いきなりね、やるとね、私、1個目はね、ちょっと高く上げすぎてね、風に飛ばされて、どっかいなくなってしまったんですけどね。はい、はい、2個目をね、買いました。これね、ちょっと最初言えばよかったんですけどね、はい、金額はね、Amazon でね、6800円でね、出てます。はい、こういうのですね。はい、こういうのですね。はい、ネットで探すとね、ちょっともっと安いのもありますね。はい、カメラもね、72ピクセルかな。はい、一応ね、結構な解像度で、見れますよ。はい、ちゃんと飛びます。それでバッテリーがね、はい、充電の、バッテリーでね、ここに置いてます。後ろにここにバッテリーがね、あります。
はい、あの充電コードもね、あ、こう落ちてました。はい、こういう感じでね、はい、あのちょっとね、ちょっと最初ね、ちょっと最初ちょっと戸惑ったんですけどね、あのこの機種ね、あのこのプラグの差し込みがですね、ちょっと硬いんですよね。あまり強くやると壊すといけないなと思ってね、はい、この、USB でここにあの、LED ランプがね、つくようになります。ちょっとあちこち前後してね、話がねぐちゃぐちゃなんですけどね、はい、あのランプが消えるとね、充電が終了するということでね、はい、ここにね、バッテリーの横に、穴がこう開いてますね、はい、ここですね、見えるかな、はい、穴がねちょっと見えないですね。ここにね、ちょっとこう気をつけて、まあ、柔らかに押し込んで、ちょっと横にこう揺らした感じでね、差し込むとね、うまく差し込めます。はい、このまま、USB ね、あのパソコンでもいいし、あのまあ、USB のね、まあいろんな充電端子があると思うんですけどね、そういったものから充電できます。だいたい80分ぐらいですね。80分ぐらいで、だいたいフル充電します。はい。だいたい使用がね、だいたい10分から15分ぐらいかなというとこですね。はい、結構長いですよ。10分から15分ね。はいはい。結構ね、あの慣れるまでね、あの結構飛行時間が短くてね、すぐ落としちゃったりねするんでね。はい。リチウムポリマーっていうね。はい、リチウムイオン系のね、バッテリーですね。はい、ということでね、はい、あのまああのこういうねガードがね、ちょっといろんなタイプが、もう丸いタイプとかね、いろいろあのプロペラガードなんかもあるんですけど、落ちるんでね、はい、あのいろいろ対策した方がね、もう落ちちゃうと、あとプロペラガードなかったらね、はい、あのちょっと大変です。はっきり言ってね。はい、なしで飛ばすのはね、ちょっと大変です。はい、はい、私もね、ちょっとやってるうちにだいぶ分かってきてね、はい、あの、レバー離すとダメですね。はい、上手い人はね、すぐ飛ばせますけどね。はい、パニックにならないということと、はい、手を離さずね、はい、方向、どっか、あの、行ったら、行っちゃいけない方向に行ったとしたら、すぐに、逆の方向にね、レバーをこう動かすような感じですね。はい、左で、はい、上下ですね。左で上下動きます。はい、右で前後、左右ね、前後左右斜めも行きますね。前後左右斜め、はい、360度ね、方向がかん、あのできあの変わります。はい、緊急停止とかね、はい、あの旋回もしますね。はい、フライン、くるっと回転するのね、旋回とかね。スピード切り替えもできるということでね、はい、まあ、こういうのから始めるといいんじゃないかなと思いますね。はい、高いねドローンたくさんありますけどね、はい、こういうのから始めると、まあこんなもんかという感じでね、はい、ドローンがね楽しめるんじゃないかと思います。はい、はい、プロペラもね、あの4つついてます。あ、それからプロペラはね、あのちゃんとね、あの番号があります。はい、番号がね、A の2と、B の2ということでね、 A の2と B の2とね、はい、あのちゃんと、指定された番号のね、まあ、取り替える際ですね、プロペラを交換と。はい、ツールもね、こういうドライバーがついてます。はい、こんなことでね、まあ、ちょっとアマチュア無線もやりながらね、はい、ドローンもちょっと、一度はやってみたいなとちょっと思ってましてね、ちょっとこれ買ってみました。はい、ちょっとこういった動画になりましたけど、参考になるかどうかちょっと分かりませんけどね。はい、皆さんね、機会があったらねやってみてください。はい、あ、ちょっとは情報としてね、ちょっと最初のはね3000円ちょっとで買えましたよ。2000円台でもあります。はい、それでもちゃんと飛びます。はい、あ、人のいないところでね、安全管理というかね、ちゃんとリスク管理をして、あの飛ばすといいと思います。はい、ありがとうございました。これで動画を終了します。ありがとうございました。73